こんばんは、カズマです。今は2月25日22時31分、夜10時に、この音声を撮ってるんですけど、前々から自分の中で、ラジオ的な動画を作りたいなと思っていて、自分たちが毎日っていうか、結構頻繁にやってる筋トレに動画、音声をつけて、日常で起こったことをシェアしていく動画を作りたいなと思って、こんな感じで動画を作ってます。今ピースしたの？で、今立ってるのが自分で、今寝てるのがお友達なんですけど、軽く自分のことを自己紹介すると、自分は今19歳で、学生ですね。大学生、大学1年生をやってます。その傍ら、今年はメンズフィジークっていう競技に挑戦しようとしてて、簡単に言うと、なんて言うんでしょう、ボディービルのちっちゃい版みたいな競技があって、それに挑戦するために、毎日っていうか、だいたい週6、週5、6で体を鍛えています。この日は友達のベンチプレスを手伝っています。楽しそうですね。多分友達は75キロぐらいかな。で、自分は足トレ、スクワットとレッグプレスをやったんですけど、動画がファイルが破損しててなかったので、友達のベンチプレスをひたすら見てもらう動画となってしまってます。ごめんなさい。そうですね。何喋ろう。ここからはいつものってか、だいたいこういうラジオ系の動画は、何でしょう、トレーニング押してたらトレーニングを解説して、自分の大体意識してることとかを喋ってから、余った時間で自分の日常で起こったこととか、ちょっと印象的だったことをみんなと喋ってコメントで交流できたりしたらいいなと思ってて、だからトレーニングと雑談セクションに分かれてるって感じですね。で、トレーニングは大体喋り終わったので、雑談部分に入っていくと、何ですかね、今は多分多くの大学生は春休みなのかなって思うんですけど、皆さん何されてますか？本当に最近、結構大学生の春休みって長くて2ヶ月ぐらいあるんですよね、多分。自分は春休みが2月8から3月末まであるので、多分本当に丸々2ヶ月ぐらいあって、自分たちはっていうか、自分は大体筋トレをしています。筋トレをして、お料理作って、あとは YouTube を最近楽しいなと思ってやってて、いろんなこと考えたり、あとたまに勉強したりって感じですね。で、やってますね。普通の大学生っていうか、自分以外のみんなが何をしてるのかなっていうのが、すごい気になってます。自分のお友達は、スキーに行ったり、旅行は行かないか、今。スキーに行ったりしてる人が多いのかな？わかんないですけど、コメント欄で、ぜひぜひ教えてください。あと、このチャンネルでは、最初は、できるだけ、動画の更新頻度を今は上げていく段階、上げていった方がいいのかなって思ってるので、やっぱり自分も YouTube をやってる以上、多くの人に見てもらいたいと思ってるので、とりあえず YouTube になれるために、今は動画をたくさん上げるっていうことを考えてて、そのために、
まずは編集とかをできるだけなくして動画を上げるっていうスタイルでやっていきたいなと思っていますので、まあ、こんな感じでまったりと寝る前に聞いてもらったり、朝にながら聞きで音声だけで、みんなとコミュニケーションが取れたら楽しいだろうなって思っています。あとはあれですね、自分は結構筋トレを真面目にやってるので、そこら辺の動画が多くなると思いますし、あとはたまにお出かけした時にカメラを回してそこら辺の Vlog 的な動画が上がると思いますので、興味のある方は、興味を持っていただけるように頑張りますので、この音声を聞いてくださっている方がいたら、引き続き見てください。多分頑張りますので。頑張れ。ベンチプレスですね。自分は多分、ベンチのマックスは、1レップ上げるだけだったら70キロぐらいかなって思うんですけど、全然弱いですね、まだまだ。だから目標は今年中に70で、70×10×3、70キロで10回3セットを組めるように、まあ、重さを追求して頑張っていきます。じゃあこんな感じで終わるかな。ありがとうございました。またねー。